私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。創世山田涼介はキラキラしたアイドル、キンプリ平野紫耀はお笑いができる、スノーマン佐久間大介は 2.5 次元の舞台が見たいとそれぞれの思いを語る。スノーマン佐久間大介も見たい。スノーマンの宮舘涼太が2023年1月6日から上演される初春歌舞伎公演市川團十郎襲名記念プログラムサナモリーに出演。市川海老蔵が2022年11から12月に13代市川團十郎白猿の襲名披露公演を行い、宮舘も出演する初春歌舞伎公演から團十郎として新たなスタートを切る。宮舘は3年前に上演された海老蔵の自主公演 ABKAI に出演し、海老蔵との共演は2度目となる。宮舘は歌舞伎公式総合サイト歌舞伎美人歌舞伎人で、とても貴重な経験をさせていただきます。歌舞伎への挑戦は自分の夢に向かっていく修行の場と意気込みを語っている。そこで今回は10から30代の女性100人にアイドル以外の挑戦が見たいジャニーズについて聞いてみた。アイドル以外の挑戦が見たいジャニーズトップ3ランキング。資格第1位は天然キャラがもっと見たいキンプリ平野紫耀。第1位は KNG&PSの平野紫耀。主演ドラマクロサギでの演技が話題になっている平野。グループの番組 KNG&PS日本テレビ系では街ブラをしたり料理をしたり体力企画に参加したりといろいろな挑戦をしている平野にはバラエティ出演時の天然っぽいキャラがもっと見たい。26歳女性パートアルバイトお笑いでもいけそう。35歳女性営業販売天然なのかおバカなのか気になる。何をしても面白くなりそう。27歳女性主婦仕事に熱いと周囲から言われていてアイドル以外のことでも真剣に取り組みそうな気がするから。37歳女性企画マーケティングスター性があって運動神経もいいので何でもできそうだから。31歳女性主婦などの理由が上がった。資格第2位はダンサーとしてもピカイチのスノーマン佐久間大介。第2位はスノーマンの佐久間大介。アニメファンであることを公言し、オタ芸を取り入れたダンスなども披露。アニメ、カードファイトヴァンガードイルドリス、テレビ東京系でメインキャラクターの声優としても活躍している。佐久間にはアイドル以外に声優でも活躍されていますが、ダンスの腕がピカイチ。できるならアイドルではなくダンサーとしてショーを見てみたい。38歳女性パートアルバイトアニメが好きみたいなので 2.5 次元舞台とかチャレンジしてほしい。35歳女性専門職元気なアイドルというイメージなので違う一面が見れたら面白いと思った。27歳女性営業販売髪色にインパクトがあって面白いアイドルっぽくないから。26歳女性主婦アニメ好きで有名なのでもっと声優としての活躍が見たい。36歳女性医師いろいろなことをやってみてほしい興味がある。30歳女性主婦など期待の声が続いた。資格第3位はキラキラ以外の姿も見たい平成山田涼介。第3位は平成ジャンプの山田涼介。主演ドラマ、親愛なる僕へ殺意を込める、フジテレビ系で、猟奇的連続殺人犯を父に持ち、二重人格の一人格が人を殺したかもしれないと悩む大学生を熱演している山田。YouTube のジャニのチャンネルでは、普段とはまた違った顔も見せており、自身のゲーム配信チャンネル、DO の遊び場では、プロ顔負けのゲームプレイを披露している。山田には普段キラキラアイドルの姿をよく見るのでそれ以外の姿をもっと見たい。23歳女性学生フリーターゲーム実況の YouTube チャンネルで配信したりゲームの大会に出ていたりしていてもっといろいろなゲームプレイが見てみたい。24歳
女性、かっこいいだけじゃないところを見てみたいから、33歳、女性、総務人事事務、何でもできそうだし、面白そうだから、28歳、女性、主婦、ドラマで見て興味を持った。もっといろいろな姿が見たい、19歳、女性、学生フリーター、という声があった。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。